ちは、自然農家ともちゃんです。先ほどお客様と一緒にネオコ大式種まきでラディッシュとキュウリの種をまいたんです。でね、私は昨日ちょっと夜遅くまでちょっといろいろ考えてこれを作ってたんですよね。このほら、古代人の飾りみたいなものを何か作ろうと思って4つ作ったんですよ。お客様の分と私の分、ね、縄文人だか何人だかわかんないんですけど作ったんですよ。ほらこれほら、ね、ボタンとかつけて可愛いなと思ったのにすっかり忘れてきちゃって、まいっちゃいますね本当に。でここにラディッシュをさっき植えました。でこれはねちょっとハーブを植えたんですけど、あとこっちにキュウリを巻きました。 4,5 箇所で、ここは地灰のこうなんていうの、ネットを張って上に伸びていくんじゃなくて横に這うキュウリを巻いたので、こういう風にね、後で草とか制御するために夏ものすごいんですよ草が。でこのブルーのネットを張り巡らそうと思ってますで、それはまた後で報告しますけど、楽しかったって、よかった楽しいって言ってくれた。で今ちょっとねお客様と帰り道に話しながら説明したんです。話しながらじゃないです、帰りながら説明したんですけど、ここね草だらけだったんですよね。コンパニオンプランツってご存知の方もいると思うんですけど、いちごとネギとあと草がいっぱい生えてたんです。で草をこの前ね取ったらほら虫がハエだかハチだかの虫なんですけどね、入ったんですね。草についてたのがネギについちゃいました。草を生やしてた方が良かったんでしょうか。でもあんまり草を生やしすぎると、今度はネギがね、細いままになっちゃうんですよ。だからある程度で草はね、だからネギって日光が好きなんですね。だからあんまり草を生やしておいちゃダメなのかなって思いましたね。であと面白いなと思ったのは、ここはもう終わってる畑っていうか諦めてる畑なんですね。あの辺にケールが、カリーノケールですね、いっぱいあったりとか、あとここに豆をまいたのにな、まいたはずなのにおかしいなと思ってたら草の中がに、なってます。こうやって豆がほらね、インゲン豆全然虫もカメムシも誰も悪さしないでなってたりしてます。はい、そんなこんなでした。楽しいってよかった